ウオ町銀天街と銀天街発祥地の日ウオ町銀天街、ウオ町銀天街、ウオ町,町銀天街とは福岡県北九州市小倉北区ウオ町にある商店街アーケード商店街の発祥の地であり北九州市の中心的商店街である北端は小倉駅に近い小倉駅から南下するように通りがある中間地点に幹線道路の交差点があり 信号待ちをすることになる。幹線道路上にも屋根があり、雨に濡れることはない。南端は道路を挟んで、単価市場に接続している。これと、井筒や小倉本店といった百貨店には直接つながっていないが、この魚町銀店街は縦軸の商店街であり、複数の横軸の商店街、アーケード街がつながっている。 2003年のリバーウォーク北九州の開業以降は、これら他の商店街などとともに、大型商業施設をつなぐ回廊としての役割を担うことを目指しており、大型商業施設側も魚町銀店街などに買い物客が流れるよう様々な取り組みを行っている。また、7月の小倉木音大鼓の時期は、通行量も多く、セールなどで華やかになる。 祇園大鼓の時期は夜は太鼓が演じられ、音も響き、夏の風物詩でもある。勝山通り沿いの歩道に、銀天街発祥地の石踏みがあり、下記の説明文が記されている。国内各地の商店街同様、歩行者通行量の減少が課題となっていたため、2008年7月に、中心市街地活性化法に基づく、中心市街地活性化基本計画が認定を受け、 活性化に向けた様々な取り組みが進められている。魚町銀天街のショッピングモール化事業として、現在勝山通りで分断されている2つのアーケードをジョイントさせる事業が着工し、2010年3月に完成し、魚町エコルーフの愛称がついた。これまで分断されていた2つの商店会組織が共同で取り組む初めてのプロジェクトであり、 ハードソフト両面で街が一体化することによる活性化に向けた役割が期待されている。オフィシャルサイトも従前は別々であったが2012年以降統一されている。ジョイントアーケードの建設と並行してアーケードおよび舗装の回収が行われているほか、大型スクリーンの設置、無線 LAN サービスや商店街共通の IC カードシステム、ウオカの導入、 倉掛秀明によるイメージソング指タスの制作などが行われた。2011年より、魚町銀天街と三道道大町にまたがる既存ビルの再生をはじめとしたリノベーションの取り組みが行われ、全国に取り組みが波及している。2017年7月には飲食店ビル、魚町光テラスが第一交通産業によって建設されオープンした。 岡は2010年4月23日に導入された銀天外独自の電子マネーである。システムとしては当初九州大学や北九州市などが北九州モノレールで実験を行ったモニカ形式のシステムを導入させることも想定されていたがフェリカシステムが広く普及し九州の主要交通機関が同システムにより総合利用を開始したことも相まって結局は フェリカシステムに落ち着いた。ポイントシステムは商店街独自のものである。大手流通グループ系の2カードと提携して発行されるが、それらのポイントシステムとの互換性はないため注意が必要である。初回発行時に300円が必要。上記2つに関してはお財布形態でも手続きを行った上で、丘ポイントを貯められる。また、JR 九州の守護課も、 おか導入に合わせて手続きを行って利用できるようになった。なお手数料105円を支払う必要がある。さらに、キラバンツ北九州のファンクラブ会員賞も、楽天エディが搭載された2011年以降、発行分を手続きの上でおかにすることができる。いずれも、フェリカに搭載されているフェリカポケット機能を利用しているため、モバイルワオン。 7個モバイルで丘を利用しようとする場合、当該端末にインストールされているアプリケーションの状況によっては丘を入れられないため注意する必要がある。エコルーフ設置前の魚町銀店内、ありがとうございます。